女性がこの人にだったら抱かれてもいいとか、この人と行為をしたいと思う人だけに取る行動についてお話をしますよ。一つ目です。一つ目は、髪や体を触らせてくれる。まあ、これ触らせてくれるっていうのは、もうそのすごいベタ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 触られても OK っていうことじゃなくて、例えば一番わかりやすい方法は、ゴミをこう取ろうとしたりとか、なんか髪の毛についてるよってこう取ろうとした時に、恥ずかしがりながらも、え？みたいな、取ってみたいな感じになるのか、それともパンって触らないでみたいな感じでパンってなるのか、あの恥ずかしくて避けちゃう人もいると思うんだけど、まあそのさ拒絶の仕方で大体わかるじゃん。いや本当無理だから触んないでみたいな感じになるのか、それとも恥ずかしいから無理ってなるのか、え取ってってなるのかっていうところで、まあ、見分けられるかなと思います。だってそもそも髪の毛とか体を触られたくない人と行為をするっていうのは絶対無理なことなので、まあこの人とだったら行為をしてもいいかなっていう人だったりとか、自分がまあ好感を持ってる人だったら、まあ髪の毛触られてもいいかなっていうところで、ちょっとこう見極めがしやすいポイントなのかなと思います。で、二つ目は、翌日の予定を聞いた時に、え、明日何もないよみたいな、あの明日は何もないから今夜はゆっくりあなたといられるよみたいな話になった時、まあ、夜じゃないにしても、あのあなたとゆっくりいる時間があるんだよっていうような会話の流れになった場合は OK の可能性が高いです。だからもう、あの明日朝早いんだよねとかだと、もう早く帰りたい、あなたともうちょっと長い時間過ごせないよっていうことなので、その長い時間一緒にいれるっていうことは可能性はかなりあるので、夜会ってない場合は、あの今日って何時ぐらいまで大丈夫なのとか、今日この後何か予定あるのとか、そういう質問の仕方でも分かりやすいのかなと思いますね。